ファッショナブルサイクリストとして自前のサイクルエアのコーディネートね紹介したいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、緊張します。じゃあフレームチャンネルへようこそ。はい、ということで自己紹介からお願いします。はい、関西出身ローディーのゆかりです。はい、ということで今日はですね、はい、これから飯能に走りに行くんですけど、ゆかりさんのファッションチェックをしようと思います。イエーイ、はい、まあ、これからちょっとコーナー化できたらねいいなということで、ファッショナブルサイクリストとして自前のサイクルエアのコーディネートね紹介したいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、緊張します。じゃあゆかりさんのファッションチェックスタートということで、はい、ゆかりさんの本日の着用しているサイクルエアを紹介していこうと思います。はい、ということでまず今日着ているブランドはどちらのブランドになりますか。はい、こちらはですねマープというオーストラリアのブランドになります。はい、こちらマープはですねオーストラリアのメルボルンでね、はい、誕生したブランドということで、うん、日本だけでなく本当に海外のサイクリストからも、ね、人気のあるウェアになっております。そうなんですよ、はい、ということで今日そちらを選んだ理由はどういう理由で選んだんですか。はい、インターネットとかでマープを着てる選手とかがすごいかっこいいなって思ったのと、うん、で日本で着てる人がまだそこまで多くないのと、はいはいはい、あとこのロゴ、うん、MAAP っていうこのロゴがシンプルでめっちゃ可愛いので今日はこれにしました。今日ね上着の方もその大きくマープって書かれていますけど、そうです、こちら色合いも綺麗ですよね。淡くて可愛いですよね。ネイビーとピンクなんですけど、一周ぐるっと回ってください。はい、はい、はい、どうですかね。可愛い。なんか気になったところで言うと、はい、まずその腕のところがすごい面白い素材ですよね。メッシュなのかな。そうです、なんかメッシュなんですけど透けないメッシュ、うん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 、なんで通気性がめちゃめちゃ良いですね。軽いです。なんかデザインだけじゃなくてねやっぱりこうイタリア製っていうだけあって縫製も綺麗だなっていう、うん、後ろをちょっとぐるっともう一回向いてもらうと、はい、やっぱタイトですよね着用感で言うと。そうなんですよ、ね、はい、サイズはちなみにおいくつになりますか。サイズ XS サイズでちょっとピチピチで結構その普段着てるものよりもちょっとタイト感な感じはしますか。トップスに関して今まで着てたサイクルウェアよりタイトで短めな作りになってると思います。うん、ちょっと気になったのがあとあれですね、ポケットの位置が結構上なのかなっていう。そうですね、多分これ走ってる時に多分前傾になるんでそれで取りやすいような形になってると思うんですけど、やっぱりそれでもこう走る人向けのウェアって感じもしますね。はい、かわいい。はい、下の方はそちらビブショーツですか。そうです、ビブショーツです。人生初めてのビブショーツがこれなんですけど、どうですか着用感とか。初めてだったので、はい、ちょっと最初は締め付けられた感じが って思ったんですけど、やっぱ前傾姿勢取ると、あ、楽なんだって思ったのと、ちゃんとこうサイクリスト用の姿勢に合ったウェアになってるってことですよね。そうです、そうです。ここ腰のライン、うんうんうん、ここの背中のラインが高いので、うんうんうん、全然なんか上が短くてもお尻のラインとかも気にならないですし。確かに、はい、普通ね前傾になるとちょっと背中見えて嫌だなとか、うん、ちょっとダボっとしちゃうところあると思うんですけど、綺麗にやっぱこうスタイルが見えるようになってるんですね。めっちゃいいですね、はい、ビブショーツ初めて履きやすいです、すごく。履いてみるとやっぱ良かった。良かったです。はい、ということで今日のゆかりさんのコーディネートはマープで全身コーディネートをしていただきました。はい、ということで、はい、他にもウェアって持ってるんですか。はい、いろいろ持ってます。じゃあまたね、はい、これを機にちょっといろんなウェアを紹介しながらもサイズ感とか着用感もね含めてね、はい、紹介できたらなと思います。思います。この動画を見てもっとゆかりさんのサイクルコーディネート見たいよって思った方はグッドボタン、ゆかりさんファッションセンスあるよと思った方もグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画もお楽しみに。もっと見たいぞゆかり。やだ、恥ずかしい。チャンネル登録はこちら。おすすめはこちら。僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。